Hello guys, welcome back to my channel and thank you for dropping by to another episode of my Dragon Ball Z Kakaroty. We are now going to be continue on with the story where we now need to secure the remaining Dragon Balls here. And if you haven't watched my previous video, I will put a link down below, or alternatively I'll put it right towards the end of the screen if we make it that far. But anyways, if you guys enjoy, please subscribe. I am still trying to get as many subscribers as possible for this channel. And for those of you not sure, my channel is consisting predominantly Final Fantasy, and also we'll be doing a lot of the anime gamings in future as well. So without further ado, let's continue on. Dragon Ball's reaction is not inside the ship, it's a little off. Let's find a place fast.誰もいなさそうだし。あいつら、地面に埋めて隠してるとはな。でもこれで全部揃いましたね。あんなところに隠してやがったのか。とっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。そうしたらあのチビどもを片付けて、この俺が不老不死の願いを叶えさせてもらう。揃った七つの玉、シェンロン・ポルンが現る。よし、行くぞ。はい。いでよシェンロン、そして願いを叶えたまえ。出ない。シェンロンが出ない。ちょっとセリフが違うのかもしれませんよ。クソったれども、何をしていやがる。クリニさん、誰かこっちに向かってきます。え、邪悪な二つの気を感じるぞ。間違いない、さっきのギニューってやつらだ。じゃ、お父さんはやられたの？ Okay, so for those of you who haven't seen the previous video, spoiler warning, but that's where Ginyu has switched bodies with Goku, so now Goku essentially is Ginyu, and Ginyu is now Goku. Goku? Ginyu とかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか。ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ。何言ってんだ、ドラゴンレーダーで見つけたに決まってんだろ。そんなものが。それで願いは叶えられたのか。それがよ、ダメなんだ、シェンロンが出てこねえんだよ。なんでだろうな。それより悟空、お前なんか変じゃないか。その雰囲気がさ。それになんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。え、悟空じゃないで、どういうことだ。わかりません。でも僕にはわかるんです。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が相当に強かったもんでね。なんだって。Oh, looks like Goku made it. お前はクリリン、ご飯。そいつはオラじゃねえ。え、よくここまで来れたな。そうさ、この俺はギニュー独占隊隊長、ギニュー様だ。あれがお父さん。体
を入れ替えただと。厄介になってきやがったぜ。ごはん、クリリン、今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。遠慮なくそいつをぶっ飛ばしちまえ。It's going to be interesting because Gohan and Krillin are quite low level in when I since I've been playing with them. I don't know whether or not we can defeat both of them. So how strong they will be. 貴様の元の体だぞ。勝てるはずがなかろう。But there is an exception that I think Captain Ginyu may not be able to excrete the potential of what Goku's full power can be as well.やってみりゃわかるさ。そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、このギニュー様にそんなハッタリは通用せんぞ。俺も戦わせてください、隊長。こんなチビどもや死に損ないは、俺が痛めつけてやりますよ。おっと、だったら俺も相手をさせてもらおうか。Oh, good. But at least we got Vegeta to help. Vegeta? 貴様、いつの間に？早速この体のパワーを試させてもらうぞ。Oh, there we go. Captain Ginyu looks like he's at level 23. Alright. Let's do this. Solar flare, that should blind them. Here we go.Vegeta's quite strong for me. He's level 30. He's not been, he's pretty good. Okay, let's watch it. It should be okay. 3 against 1. What? Alright, let's try Alak Solar Flare. Krillin Solar Flare usually does a good trick. That will.Stunned them for a little bit, so that gives me a lot of opportunity to just put some great amount of damage here. There we go. Whoa, huge! 240,000 experience almost. なんということだ！チースがやられるとは！次はお前だ！死ねー！あの野郎、よくも
邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだ一体何をしたんだ。この感じはお父さんだ。お父さん元の体に戻ったんだ。くそ、今度こそベジータと入れ替わってやる。まずいぞ今奴にベジータの体を手に入れさせたらおしめだ。いただくぞその体を。これだ。チェンジ。Now get you to become a frog. No. どういうことだ。やったぞ。あいつをカエルに変えてやった。Oh, looks like Noh had no chance against first form Freezer here. いい加減喋ったらどうですか？ドラゴンボールの願いの叶え方を。最長老を殺せばドラゴンボールは消えますが、あなたは関係ありませんからね。これが最後の警告にしましょう。言いなさい。死ぬことになりますよ。もうお前がそれを知っても無駄だ。そろそろデンデが地球人たちのところに着く頃だ。お前が知りたがっている合言葉を伝えにな。何？おのれ、ただの時間か。ギニュー特戦隊の反応がない。まさか5人ともだ。やられたというのか。とにかくベジータや地球人とギニュー特戦隊の間に何かが起こった。そしてドラゴンボールは。願いを叶えるのはこのフリーザ様だ。貴様ら下等生物なんかではない。貴様ならこのメディカルマシンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。戦闘服ってそういうやつか。イメージ良くないな。なんだこりゃ。すげえ軽さだ。ほとんど重さを感じねえぞ。肩も全然邪魔になりませんよ。自由に動きます。ごはん、悟空を治療してる間に
最長老さんのところに行ってみよう。シェンロンを呼び出す合言葉を聞かないとどうしようもないからな。そうですね、行きましょう。合言葉とやらはお前らが調べておけ。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて休息を取る。フリーザにだけは会わないようにしないと。 All right。 ところでベジータは休息するとか言ってたよな。はい、もしかすると眠ってるかも。よし、できるだけ気づかれないように戻ろう。到着っと。ベジータはどうだ？あ、眠ってますよ。あいつ戦ってばっかだったからな。しかしあいつに悟られないようそっとドラゴンボールを離れた場所まで運び出そう。シェンロンが出た時に気づかれても少しは時間が稼げるからな。よし、なんとかベジータには気づかれなかったみたいだな。 Oh wow, look at that. The seven Dragon Balls looks absolutely beautiful here. はい。ん？な、何かがこっちに近づいてる。すごい速さで。え？フリーザだ。急げデンデ、早く願いを叶えさせてくれ。はい。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。光った。空が暗くなった。地球のドラゴンボールと一緒だ。ドラゴンボールを7個揃えし者よ。さあ、願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ、さすが本場のシェンロン、気前がいいや。早く願いを、フリーザやベジータが。ああ、まずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリツ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。What can you make that wish? 生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。え？そんな。生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯、聞こえるか？ピッコロか？ピッコロさん。そっちの状況はわかった。いいか？よく聞くんだ。一つ目の願いで、この俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。
そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました、ピットルさん。頼んだぞ。三つ目の願いは好きにしよう。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリグオ、ウオトク、ポラクサ、ペロプッポー。わかった。一つ目の願いを叶えてやろう。Oh, there we go. Kami's back. Piccolo me. Iki na koto o kangae otta mon da wai. Futatsume no negai wa ima ikikaerasete moratta Piccolo san wo kono Namekusei ni warp sasete kudasai. Hai. Termopara, Akkorol, Tsuteno Nippiro, Piccolo Mageka, Tamakurol. Sore wa tayasui.二つ目の願いを叶えてやろう。ここがふるさと、ナメック星か。Well, welcome to planet Namek there, Piccolo. なるほど。妙に懐かしい気分だ。感傷に浸っている場合じゃない。ご飯たちを探さなくては。遠くにとんでもなくでかい木を感じる。こいつがフリーザって化け物か。その近くにもでかい木が3つ。こいつがご飯たちだ。Okay, so far we've got a huge amount of experience for Piccolo, which is up to 643,000 experience to catch up. フリーザが近づいてきてると思えば、どういうことだこれは。なぜ空がこの星に夜はないはず。なんだあの化け物は。それにドラゴンボールも奴らもいない。あの化け物はあいつらの言っていたドラゴンボールの竜か。くそー、あのガキども、この俺を出し抜きやがったな。 Oh no, now Vegeta knows about it. He's gonna rush over there. There we go. 二つ目の願いも叶えた。さあ最後の願いを言うがいい。叶えたって言いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に。ここへ来て欲しかったのですか。そんな。はあ。どう。貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ。愚か者め、フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って、願いは3つまで叶うんです。まだ1つ叶える願いが。バカ、しゃべるな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもうそこまで来ているぞ。3つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デンデ、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。
わかりました。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では。No? It turned to stones. なぜ、竜が消え、ドラゴンボールが、あんな石に。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと?俺の不老不死はどうするんだ。それは。フリーザ。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか？どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわと殴り殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんぞ。覚悟しろ。Oh no. そんな敵だ。勝てるわけないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか？勝てる！俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ！こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身？変身って何だってんだよ、ベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって？恐れるな！はったりだ！そこまでは変わらん！そうでしょうか？サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろ、フリーザ。今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう。そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい。めったに見られるものではありませんからね。おーな。うわー！
なんて気だ。Oh, he went to second form. Hehehehe. 気をつけろよ。こうなってしまったら、前ほど優しくはないぞ。何しろ、力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら、100万以上は確実か。何？バッ！うわっ！情けない面だぞ、ベジータ。どうやら、ここまで強くなってしまうとは、想像外だったらしいな。おのれ！さーて、ドイツから地獄を見せてやろうか。決めた。もう、クリリンクリリンさん、よくもクリリンさんを。もう、just myself。 クリリンさん、あいつを助ける。無駄だ、すぐ死ぬ。Alright, come on, Vegeta! Ah, Vegeta, go on, have to do it! Ah! Oh, jeez. Oh, slow, slow! Alright, let's come on, let's go, Vegeta, do it! Smash him! Whoa! Alright, let's get back here. Frieza's just way too powerful at the moment. There we go. Got him. ただの罪ではないようだな。今のはさすがの俺も少し痛かったぞ。しかし相手が悪かったな。ただ怒りを買っただけだ。ちくしょう。俺たちの考えは相当に甘かったらしいな。でかい木がさらにバカでかくなった。いよいよフリーザってのが動き出したか。かすかな気を感じる。Nail. Oh, 俺とそっくりだ。ナメック星人か。地球人の言っていたナメック星人か。彼らの、よかった。いろいろと事情を知っているようだな。ならば、俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが、見殺しにしていくぞ。どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。それだけに残念だ。Still not enough against Frieza here. I'm curious to see how strong Piccolo has gone through the training, see how what level he is at. 元通りの一人のナメック星人になって戻ってきさえすればフリーザにでも。何？再び神のやつと同化して一人になりさえすればフリーザって野郎の力さえしのぐというのか。そうだ、私はフリーザに圧倒的にやられはしたが、あいつの力は
今更どうしようもないことだ。それに俺はあんな奴と二度と同化する気はない。私と同化しろ。そうすればお前のその力が数倍にもなる。何？貴様と？時間がない。私はじきに死んでしまう。早く私の体に手を置け。心配するな。人格はお前のものだ。うん、いいだろう。試してやる。絶対にフリーザを倒せ。いいな。貴様に言われるまでもない。ん？おい、oh, there we go, they fused. まさか、こんなことが。なんという力だ。信じられんほどの凄まじい力が。これがどうかというやつなのか。今行くぞ、ご飯。Alright, so we also got now Nail as part of the Soul Emblems. Alright, so Piccolo's got an extra 740,000 experience in total. Alright, that has pushed him to level 29. 負けるはずがない。俺は今究極のパワーを手に入れたのだ。Alright guys, I think we will stop it here. Please hit the like button if you enjoyed the video so far. And please subscribe to my channel if you want to get more video content on Dragon Ball Z Kakarot I will be releasing. Let's find out what would happen now Piccolo has arrived at Planet Namek. And now Freeze is also taking on Vegeta and Gohan at this stage. So we're at a very critical point in the arc so far. So I look forward to seeing you in the next video, guys, and thank you for watching, and bye for now.